ご質問ありがとうございます。今日もカナカナレッスンにようこそお越しくださいました。最近カナカナさんの影響でピアノを始めました、また再開しましたというコメントもたくさんいただいています。とっても嬉しいです。ピアノを弾く方が増えることが私の一番の夢なので、夢を叶えれるようにいろんなことにチャレンジしていく予定です。お楽しみに。今日はピアノを弾くためにとっても重要な一本一本の指の独立のためのカナカナ独自のトレーニングを伝授します。またピアノを弾く上で指の根元の指を上げる筋肉、とっても重要な役目をしていますよ。音色の幅を増やすには指のコントロールが必須。それを操作するのは指の根元なんです。さあ皆さん一緒に鍛えていきましょう。それではレッスンスタート。効率よく短時間でピアノを弾くあなたの手を鍛えていきましょう。指の独立、指の根元の強化に加えて脱力して楽に弾く手のフォームを意識できるようにもなります。そしてトリルも弾きやすくなります。モーツァルトの曲のような軽快さが必要な時にも役立ちますし、パラパラと美味しいチャーハンのような音を出せるようにもなりますよ。それでは早速トレーニングを始めましょう。まずは柔軟です。皆さん手を前に出してください。指をこのように反るように気持ちいいところまで伸ばしてあげますよ。音楽に合わせて1番から順にいきますね。私についてきてくださいね。右手からです。はい、1の指からこのように無理のない範囲で伸ばしてください。次2の指です。1、2、この2の指は下向けに力を入れるとさらに伸びて効果的ですよ。次3の指の指の境目をしっかり伸ばしましょう。伸びてますね。次は4の指です。私は柔らかい方だと思いますので、皆さんはできる範囲でいきましょうね。次この指しっかりこういう風に柔軟していきます。さあ続いて左手です。1の指から1、ここをしっかり伸ばしてあげます。さあ次2の指、ここをしっかり伸ばしてあげます。この柔軟ピアノがなくてもできますよね。はい、3の指、指と指の間をしっかりと伸ばしてあげましょう。次4の指です。よいしょ、気持ちいいですね。3、4、続いて5の指です。この指と指の間をしっかり伸ばしてあげるのがポイントです。はい、準備体操終わりです。まずは皆さんピアノの前に座りましょう。鍵盤の上に右手を乗せますよ。姿勢を正してブラブラポン。手のフォームがわからない方は第20回のレッスンで正しいフォームについて詳しくお伝えしていますので、動画を止めてまずはそちらをご覧くださいね。それではまずは右手の1と2の指からトレーニングしていきます。こんな感じに弾きます。見ててくださいね。指を大きく根元から動かします。そしてとっても大事なことは、打鍵の瞬間、第一関節をキュッとして思い切っていい音を響かせます。こんな弾き方はダメですよ。汚い音をバチャッと鳴らすのはダメ。それともう一つ悪い例をお伝えします。手首に力が入ってしまうと指先に力がいきません。こんな感じです。
れだけ頑張って動かそうとしても手首で力が止まってしまって指が重たくなってしまいます。手首に力が入ってるかよくわからないという方は左手で手首を優しく添えてあげながら弾いてくださいね。手首に力が入ってくるとどんどん重たくなってきます。ラブラブのカップルが手を握り合っているような感じで優しく触れてあげているだけの感覚でここを優しく支えてあげてください。それともう一つ、手首に力を入れずに弾ける目安はここの骨がしっかり山のように出ているか。もし手首が下がってしまっていたらここは谷のようになっていますね。もしこのまま弾いてしまうとこのようになってしまいます。全然音が響きません。このようなフォームの方結構多いんですよね。さあ今言ったことをよく注意しながら元気よく指の根元からしっかり大きく動かして、手首が下がりそうな方は左手で優しく支えてあげながらトレーニング行きましょう。今回のトレーニングでは指を大きく動かした時、他の指が鍵盤についていなくても大丈夫です。指の独立に焦点を当てているのでいいフォームは崩さないようにだけ注意して指を大きく動かしましょう。それではトレーニング行きましょう。私についてきてくださいね。まずは1と2の指から。続いて1と3の指。4の指は難しいですね。頑張ってください。
左手行きましょう。姿勢を良くして、手をブラブラポンと鍵盤に乗せて、まずは1と2の指から順に行きますよ。右手と同じように行きましょう。続いて1と3の指、しっかり根元からこれでもかっていうぐらい大きく動かしましょう。続いて1と4の指、第一関節をキュッとしてしっかりと響かしていきましょうね。1と5の指、続いて2と3の指、親指がついつい変な方向に行ってしまう方、親指が反らないように気をつけましょう。続いて2と4の指、4の指難しいですね。頑張ってください。鍵盤から離れていても大丈夫ですよ。しっかりと根元から指を動かしていきましょう。続いて3と4の指、この指、あと少し頑張りましょう。最後に4と5の指です。指の根元の筋肉、熱くなってきましたか？よく頑張りました。どうでしょうか？少し疲れましたか？手のひらが赤くなっている方もいると思います。このトレーニングをした後にいつも通りの練習をしてみてください。とっても弾きやすく感じると思いますよ。あなたの手がピアニストの手に近づいていきますよ。ぜひ頑張ってください。このトレーニングをして効果があったよという方、またぜひコメント楽しみにお待ちしております。来週は今回のトレーニングの応用編、弾かない指を鍵盤につけながらの超強化トレーニングを伝授しますので、お楽しみに。それでは来週土曜日夜8時に、今日もお疲れ様でした。頑張れー。